いやー、天気もいいし眺めもいい、道がとにかく空いてて気持ちいい。九重町入りました。九重なのかな。いや、あのスピード出してないけど思ったよりこの XR ワインディング楽しい。思ったより、ああワインディングっていうか、こうコーナリングの安定感が、あ、こうやって乗ればいいんだっていうのが分かった気がする。あ、なるほどね。攻めるような走りというわけではないんだけど、やっぱりアップハンドルなりの乗り方っていうのはありますね。あー、お、何これ、面白いかもしれない。今までね、やっぱ RS で前傾というんだろうか、あのハンドルが絞られてるバイクでの乗り方に慣れちゃってたっていうのもあって、こういうバーハンドルで、コーナー攻めるってこういうことなんだな。攻めるっていう、次元じゃないけど、なんて言ったらいいんだろうな、操る、うん、多分攻めるような走りするとちょっとやっぱり不安定なのかもしれないけど、おお、 SR と MT、 やっぱライダーの聖地だね。やっぱアーソーはライダーの聖地、まあサイクリストもいるけど。ねえ、でもバイクが楽しい道だよね。別に飛ばさなくたっていいんだもん、本当にゆっくり曲がりきれる速度で。そうすると本当にあのカーブが1個のカーブで完結して曲がれるぐらいのあるっていうの、300m 先展望撮影所、ここなんの撮影スポットなんだろう。あー、そこがなんか撮影スポットになってるのかな。あー、展望台登ればね。あー、この方がいいじゃん。すごい。すごい気持ちいい。あっちはなんだ？旧道だったのか。ああ、森林。でもこれ杉の木？ちょっとゾッとしちゃった。おー、なんかまた開けてきたぞ。ちなみに来た、曜日の日に田んぼの田で来た。あの関東の人間からすると日田って呼んじゃうかもしれないですけどね、濁らない、
点々を濁らずに飲む、まあ、水がきれいなところだから濁らないということをですね、地元の方は言ってらっしゃいます。なので来たというそうです。おお、丘だ、丘、丘、おお、なんだこれ、へえ、朝日台、ちょっと記念撮影、なんか牛、牛、おお、芝、え、麦とかじゃないよね、緑の絨毯、あー、菜の花も、菜の花も綺麗だ、山並みハイウェイ、これが山並みハイウェイなんだね、なんだよね、うん、実はよく分かってなかったです。もう事前に何も勉強も何もせんでね、思いつきで、おお、来たすごい、なにこれ、これが飯田高原、すんごいまっすぐの直線、ぶっ飛ばしたくなる人もいるんでしょうけどいや、この景色は堪能しておきたいよね。うわー、すげえ、なんか黒いのこれ溶岩で焦げたのか、なんか、え、の野焼きした、最近焦げたっぽいよね、焼けたっぽい、うん、でも残るとこは残ってるから意図的に焼いたんだと思う。山並み牧場、道も綺麗だし景色がなんたってこの快晴だからね、うわー、山がくっきり、全面誰もいない、後ろから1台ちょっといるんで、あんまりゆっくりは走らないんだけど、うわー、なんか道路独り占めしてる感覚、すごい気持ちいい、うおー、なんだ、谷川岳に向かっていくような、そんな感じ、なんだっけ、一ノ倉沢だっけ、なんかそっちの方へ向かう時のような、うわー、これすごい、あ、これが、これが例の、
みんな大好き長者バルの看板。ビュースポットだよね。さて起こせるか。綺麗なところだけど坂止めたら坂っていうかちょっとこう傾斜のあるところを止めるとすごいあの角度で中なんつうのスタンドが立つんで起こすのが大変なんだよね。起こせるかしらそれが一番心配。あなんか気軽にビュースポットで止めて写真撮るっていうのにはちょっと向いてないバイクだな。もうちょっと長いスタンドないのか。なんか久しぶりに見た信号。入りました。阿蘇市って熊本？ん？どっちなんだろう。熊本県入りしたってことかな。いやもうとっくにしてたかもしれない、もしかしたら。はい、九州2県目制覇しました。なぜ九州はまだバイクで行ってないところは長崎、鹿児島、宮崎、佐賀福岡、まあ福岡は帰り取りそうだけど。刀、何これ、何がどうなってんのっていうぐらい、どこ俺はどこを走ってるのっていう。うわーすごいな。なんだろう、北海道走ってるとこういう気分なのかな。うわー、まっすぐじゃないけどこう一面緑の中の1本しかない道路を突き切って走ってるっていう感じ。あー阿蘇九十国立公園、なるほど。うわやっぱ絶景ロードですわ。わあこれまたすごいとこだな。やっぱり丘が燃えてる、燃えてる？焼いたっていうのかな。
まさかこれあれだよね、溶岩でこれ燃えちゃったってことない？だって溶岩吹いてないもんね。最近は噴火はあったけど。お、大観望がこっちから行けるのか。それこそみんな大好き大観望よくわかんないけどね、あの必ずみんな行くでしょ、九州行ったら。何があるのか知らないんだけど、ほんと勉強不足だよね。何のために九州ツーリングしに来てんの。まあ聖地を回るって回るって、でもさ、ちゃんと歴史を知る、歴史じゃないや、あの地理的なもの、何を見たらいいとか何を食べたらいいとか、そういうのを調べないで。ああ、8キロもあるのか。まあいいや。よく行くよねって。あ、あれか。はい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 。これが大観望ね。景色もすごいし、地形もすごい。いや、あの四国カルス行った時もね、あ、気持ちよくて何度も往復したりしてたけど、いや、ここもすごいわ。スケールがでかいね。続いて本題ですね。本題というか、行ってみたかった道路、そのケニーロードというね、名前のついたケニーロバーツの
聖地じゃないですけど、そこはどんなところか、一度走ってみたかったというのがあって、そちらへ向かおうと思っています。またその間結構なワインディングだな。溝嫌だなこの溝。いやなんかあっという間に時間経ってしまうのはいいんだけど景色良すぎちゃって、まあ本当にそのまま素通りするのはもったいないだけど、あまりツーリングプランを詰めすぎると本当に終わっちゃうよね終わっちゃうというか達成できないよね。結構思い切って今日一日走る距離というか見たいものとかはカットしたんだけど、それでも入りきらないかもしれないちょっと町っていう感じ、普通の住宅地とかはあるところへ来ましたね。いやーすごいな、本当にこう雄大な景色をのんびりと走るって、いや本当ね、北海道は行ったことないからわかんないんだけど、これに近いのかな。グリーンロード南阿蘇、ここがまあ通称ケニーロードと言われる、ケニーロバーツさんの、のですね、名前がついた道路です。あのキングケニーです。なんで南阿蘇にあるかってね思うかもしれないですけど、ケニーロバーツ、奥さんがですね日本人ということで、で奥さんの生まれが熊本ということだったんで、熊本にですねこのケニーロードという、地名をつけたらしいです。あでも程よいワインディングが、ね、往年のケニーロバスが TZ500 で駆け回ってたらすごいことになるよねさっき TZ500 が岩下コレクションの中に置いてありました。あーすごいうわーすごい、おお南阿蘇村、ただの田舎じゃないってシー草原と溶け込む素晴らしいワインディング、わかる気がするいややっぱすごいの、このケニーロードって名前がするだけのことがあって、本当ワインディングが雄大、雄大な自然を愛するって書いてあったけど、本当ねこのワインディングもね程よい気持ちいいワインディングでね、本当このね XR の走りにはちょうどいい、あーここうわーすごい、なんかもうわーすごいしか言ってないよね。空が青ちょっとだけ変えてみました変化球、うわー青いね。いやーグリーンロード南阿蘇、通称ケニーロード、これはなかなか素敵な道でした。馬がいた、牛じゃなくて馬だった。
わーすごい、とにかく気持ちいい。ほんとすごいね、これは走り足んないよ、本当に。また登ってきたね。ビュースポット。熊本空港のそばまで来ちゃった。いやーダメだ、もうね楽しすぎちゃっていろんなところ回っちゃってさらさ、もうえらい時間になっちゃって、今日本当は、まあ、どっかでちょっと仮眠したらそのまま帰ろうかなと思ってたんですが、うん、ちょっと難しくなりましたね。ちょっとまあ、九州か山口あたりどっかでちょっと宿取って、で明日の朝帰りますか。はい、というわけで、九州ツーリング2日目って言ってもまあもう明日帰るだけなんですけどね、とりあえず、まあ阿蘇周辺回ってきました。大分からね、阿蘇に抜ける感じで走ってきましたけど、やっぱ本当は雄大な、土地だなって感じましたし、まあ、とにかくなどこ走っても楽しいわ。はい、というわけでですね、今日の動画はこの辺でお別れしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。仕方ないから時刻は21時55分、総走行距離がですね 2329.4 キロ。